砲、楽天、石井監督、一杯ご飯を食べてほしい。岸が先発し8回2失点と踏ん張った。岸は体が遅いし、よく頑張ってくれたので、一杯ご飯を食べてほしいです。いかんでしょ。言うね。絶対分かって言ってるやろ。投手は食べれるんだよな。狙ってるな。中日ドラゴンズでも投手陣は米を食べることを許されている定義。絶対知ってるわ。普通のコメントなのにネタになってしまうの本とくさ。電波少年かな。本はどっからでも煽ってきよるな。米はないけどネタは豊富。ご飯であって米ではないからセーフ。精一杯の用語。石井なら分かって言っているという風潮一理ある。まあ実際騎士はもうちょい食えって言いたくなるほど細いし。